チャールズ・フランシス・アダムズチャールズ・フランシス・アダムズはアメリカ合衆国の実業家、軍人。1884年から1890年までユニオン・パシフィック鉄道の第8代社長を務めた。祖祖父は第2代アメリカ合衆国大統領ジョン・アダムズ。祖父は第6代アメリカ合衆国大統領ジョン・クイン・シー・アダムズ。父はチャールズ・フランシス・アダムズ・シニアと3代続けて、 政治家となっているアダムズ政治一家の出身である。1835年、アダムズはマサチューセッツ州ボストンにおいて誕生した。アダムズはボストンラテンスクールで学んだ後、1856年にハーバード大学を卒業した。1864年8月撮影。右から2番目南北戦争が勃発すると、アダムズは合衆国側を支持した。アダムズは マサチューセッツ騎兵連隊に隊員として入隊した。アダムズの中隊はゲティスバーグ戦役を戦い、特にアルディの戦いで大きな戦果を上げた。1865年、アダムズは正規軍において殉承の名誉階級を授かった。南北戦争後、アダムズはマサチューセッツ州鉄道委員会に参加した。アダムズは州内で営業する鉄道会社に対し、 州鉄道委員会が定めた事業規範への準拠を要望した。アダムズは1884年から1890年までユニオンパシフィック鉄道の社長を務めた。アダムズは鉄道の経営に関する権威として広く知られるようになった。アダムズは鉄道に関し、1878年に鉄道、その起源と問題を表した。 チャールズ・フランシス・アダムズはアメリカ合衆国会議員を務めたチャールズ・フランシス・アダムズとマサチューセッツ州の商人の娘アビゲイル・ブラウンブルックスとの間に生まれた。1865年11月7日、アダムズはロードアイランド州ニューポートにおいてメアリー・ホーン・オフデンと結婚した。二人は以下の子供を設けた。ありがとうございます。